ちょっと見てないうちに元パワハラ兵庫県知事が。ちょっと見てないうちに元パワハラ兵庫県知事が正しくて百条委員会が悪だった見たくなってるの。どうしたの？いきさつをわかりやすく説明してよ。兵庫県民からしたら斉藤の前の兵庫の行政に相当不満あったんじゃないの。やられたのが役所だから役所って悪だよね。じゃあ知事が正義じゃん。天下りを潰された。折り紙の中川あっちゃんが YouTube で解説してるよ。見るのめちゃくちゃ面倒いのでここに書いて。和田さやか折ラジあっちゃんの YouTube 大学が歴史とか全部説明しててめっちゃ面白いのか。つたりな、その情報は合ってるの？どこまでが本当の話なのかわからないんよな。バカしかいないからハラスメントはやられた側がどう思うかが全てって分かってないバカが多すぎてな。賛成党などのカルトにハマってるバカどもがでかい声で叫んでるだけ。島木隊が出てきてあっはいってなった。細胞頑張れ。そういうことやろな。わかりやすく陰謀論。統一教会が斎藤を応援してるんだって。21の市長が稲村を支持。県議会では全会一致で不信任決議可決。退任日に花束は一切なし。そして斎藤の熱烈支持者は立花隆に高須克也に世界日光統一教会。これで斎藤のデマに騙されるバカは今すぐ丸んだ肩が良い。怖すぎるわ。トランプのやり方に翻弄されるアメリカを抗っていられない段階にある。ネットが選挙に与える影響は大きい議題とはいえここまで陰謀論やデマに左右された選挙は日本ではかつてない。騒ぎ立ててない多数派は稲村氏支持なの？高須クリニックが味方につく方が負ける。マッツンをわた立花隆が絡んでる方が悪い方。スマホを持つようになった高齢者がネットでいい真実に目覚めちゃってる感じ。トランプ再選みたく斎藤再選したが日本のメディアへの信頼が気に落ちる。なぜ再選したら無実認定するの？兵庫県カオス状態わらわら。陰謀論やデマを拡散してるのは立花隆や斎藤に目をつけたネット上の Q アノンみたいな陰謀論者たちだが、それに中高年世代の普通の人たちが広く騙されている。ネットリテラシーがない世代はここまで簡単に洗脳されてしまうものなのか。多くの人間が正しいと評価したからに他ならないからでしょ。まあよくわからなくても立花隆や高須クリニックが応援してる方は何かヤバそう。普通はそうなんだけど今回は動かぬ証拠イコール2編集の録音テープを出してきたからね。あれが全て。演説で斎藤の悪口しか言わない稲田のあだ名悪口ポンプちょっとおもろい。本当は悪口ババア悪口おばちゃんと呼びたいところだけど今の時代はちょっと厳しいね。悪口ポンプがギリギリってとこなのかな。稲村が外国人参政権推進派だから完全に流れが変わってる。立花隆が出てきて全てをひっくり返した歴史に残る大楽天。市長が連名で稲村支持を表明した理由何人。結局日本人は未だに扇動されやすい民族であるのか。斎藤擁護派ってワクチンとかコロナとかの時と同じで自分矢印真の情報を知ってる。自分の対立意見者矢印偽の情報を信じてる情弱って思い込んでる。そもそも自分が信じてる情報がなぜ今になって出てきたかとか考えないアホ。自民による維新落としだろ。大阪嫌いのトンキンマスコミもそれに乗る。百条委員会がまだ途中なことも知らないんじゃないか。まあトランプも係争中なのに大統領になっちゃったし。人間って本当に都合の良い脳内してるよな。帽子がついこの前の都知事選もそうだし今までどんなことやってきてどんな人間か知ってるはずなのに自分の信じたいことの追い風になるようだと途端に某の出す情報を鵜呑みにしてくる。もっとまともな候補者が揃えばさすがに斎藤が再選する目はなかったろうけど稲村って対抗馬がバリバリの左派で世田谷の市長みたく外人も参政権推進派なもんだから芝木タイヤがバイオ応援部隊まで駆けつけちゃってカオスに。